アイバース、ホイットニー・アダムスアイバース、ホイットニー・アダムスは、19世紀のアメリカ合衆国の実業家。アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、アッシュバーンハム生まれ。現在のアトランタブレーブスに至る、ボストン・レッド・ストッキングスの創設者。アダムスは19歳で職を求めて、ボストンに移り、後に、アメリカン・ネット・トゥ・イン・ーオーという会社を起こして、 ビジネスでの成功を収めた。1879年頃には、生まれ故郷アッシュバーンハムの貯水地の水利権を得て、ノキグウォーターカンパニーという水道会社を設立し、運営していた。死の前年の1913年には、自身の像を地元の学校に寄贈するなどしている。アダムスは釣りや狩猟を趣味とし、スポーツに理解のあった人物だったと思われる。 アメリカ最初のプロ野球チームとして、シンシナティで設立された、シンシナティレッドストッキングスが1870年にプロ球団としての活動を止めた際、アダムスはチームの監督だったハリー・ライトをボストンにおける野球の顔にふさわしい人物と考え、ボストンに招いた。アダムスは、ハリーの信言をもとに、ボストンでの球団の設立に1万5000ドルを出資。 ハリーの弟、ジョージ・ライトラとの契約を交わした。そして1871年1月20日に、ボストンにプロ球団、ボストン・レト・ストッキングスが設立され、チームは同年3月にプロ野球リーグ・ナショナル・アソシエーションに参加した。アダムスが球団の代表を務めたのは1871年の1年間だけだったが、チームは監督のハリー・ライトのもと、 1872年からナショナルアソシエーションを4連覇するなど強さを見せ、1876年に創設されたナショナルリーグにも参加した。ありがとうございます。